図ンデンドロビウムアンフィルムデンドロビウムアンフィルムは、洋卵であるデンドロビウムの原種の一つ。細長い茎が垂れ下がり、ピンクの花をつける。d p l o d e D ミノムの学名も使われる。多年生の着生植物で落葉性。茎は、長さ60から90センチメートル、太さ0.3から0.4センチメートルの細長い、棒状になり、垂れ下がる。葉は形で、 長さ5から12センチメートル、幅1から1.5センチメートル。なお、茎は、原産地のジッタゴンなどでは2メートルにもなるという。開花期は春。夏にはよく葉を出して成長するが、開花期にはすべて落葉する。花形は、茎の多くの節から生じ、短い花形に2から3輪の花を生じる。花は、計5センチメートル、香りがある。学編と、側花弁は、 白から淡い桃色になり、紫の筋もみや斑紋が入る。芯弁は白、ほぼ円形で、円は毛状に細かく分かれ、表面に難毛がある。インド、中国南部からマレーシアに広く分布する。溶蘭として栽培される。高温を必要とするが、栽培は容易。垂れ下がる性質のため、釣り鉢などで栽培する。しだれた茎に多数の花をつける姿は、 カリスタ系と肩を並べて、干渉価値が高い。開花期に葉がないことも、花をよく見せる効果がある。特に大株に仕立てると、ピンクの滝にも見える。以下、記載は、主として、唐沢監修、P185 塚本ほか、P113 高座編、辺、P89。唐沢監修、P185 塚本ほか、P113 高座編、辺、P89。 ありがとうございます。